そう、このシュレッダー風のさ、失礼いたします。そういう、もう一つ T シャツを作ってます。というのも、9月でちょっと秋が近づいてきているので、長袖を作ってみたいと思いました。はい。これです。また白の T シャツと大体変わらないんですが、胸元にコントラスト、木村カエラ、はい、っていう感じです。で、裏は長袖ですが、プリントは同じです。はい、カエラちゃんとネガとポジのマーガレットが合体している川村康介さんデザインになってます。これ長袖いいよね。サイズは何と何と何作るんだっけ？ M と L と XL、 はい、作ります。ちょっと大きめです。ちょっと大きめです。 M でもちょっと大きめなので、これでこれ L だ。あ、これ L はもうだいぶでかいね。ちょっとこれで XL 的な感じじゃない？うん、な感じがしますけど、まあ女の子は M でダボっとね、あの着るのもいいんじゃないかと。この畳んでる姿いつも自分でちょっとつぼるんだけど、ちょっといらっしゃいませいらっしゃいませで畳んでますけど、はい、 T シャツの紹介でした。どっちが好きですか、白と黒は？な、長袖欲しい。だって XL の、あ、XL の在庫は多いかな。だって、うん、多いと思います。はい、ねえ、うん、いいね。着てみてほしい。だって黒どっちも欲しい。白かな、着てみる。白はこれ何、 L の長袖だ。あ、全部 L だ。今ここにあるのは長袖、長袖両方魅力的。白上から着ていいかな、こういう感じ。自分だと恥ずかしいよね。あ、これ L だよ。でもこれ、あ、そんな別に、まあ、2枚着てるっていうのもあるけど、可愛くない？木村カエラが木村カエラ、どんだけナルシストやねんって話。でも可愛いね、結構。あ、可愛い。結構いいじゃない、いいじゃないのよ、これ可愛いじゃないのよ。じゃあこのまま着たまま行くわね。はい、でも髪の毛もボサボサですけど、途中から見た人はなんでこの人こんなに髪の毛ボサボサなんでしょね、すごい。はい、雨もね降ってますからね、結構ねあれですけれども、じゃあ次行ってみますか。次何から行こうか。次はちょっと待って、悩むな。ここからが結構ねいい感じよね。うん、これかな。だでん、なんだなんだ。これはですね、キーホルダーなんですが、これにはまたちょっといろいろなことがありまして、まあ来た人がわかるかな、来てくれた人がわかるんですけど、これもグッズで一応売ってます。そしてこの仕組み的には、これボールチェーン、まあ外しますと、これがですねこういうふうに3面、わかります？ 1、2、3で、これが重なるとこの、アクリルキーホルダー、1個のアクリルキーホルダーになるんですけど、真ん中が空洞になっていて、ここに物を挟めるんですよ。例えば写真とか好きなものを挟めるんですけど、例えば、あ、それじゃあマネージャーさんがなぜかビム君の証明写真持ってるから、ちょっとビム君の証明写真をここに挟んでみようか。こういう感じでビム君のライブでもらったであろう、このシールをここに例えば挟むじゃないですか。ここ、こっちですね、挟むじゃないですか。それで後ろをカエラ、この人カエラ木村みたいな、時々こういうのあるよね、顔と名前一致してない人。これまたこれ閉じます。そうするとこういう風に、やばこれキーホルダーが出来上がるんですよ。それでここにボールチェーンを通すと、キーホルダーとしてずれずに持ち歩けると。はい、なので、まあ、自分の好きな人だったり仲のいい、お友達との写真を入れたりいろいろできるんですが、裏にはこのコントラストっていうのが、入っていて、表のここの1枚目にはカエラ木村がプリントされていて、
重なるとこう、この写真はちなみについてますかって言ってるのつかないですベイブ君の写真はつかないです。あ、カエラちゃんの証明写真欲しいとか言ってあ、じゃあ今度そういう企画もね作りますけれども、はい。でまあこれ取り外しできるんで好きな写真を中に入れることができます。だからこのサイズ感にカットして入れてもいいし、まあ来てくれた人はいろいろねっていう部分がありますんでね、ちょっとね驚き物のき、あ、なんだっけ、物のき驚き、あ違う、なんだ、物のけ山椒の木、物のけ驚き山椒の木、何ですかそれなんかそんなのありましたね。はい、ちなみにこれいくらですかって、あ、チケットの半券とか入れたいだって。あ、確かにね、いいですね。でこれはですね1200円です。はい、だったら絶対買いたい、どこのタイミングでのだったら絶対買いたいか分からない。これ結構面白いと思います。これ考えたんで、あのかなりいいのではないかと、はい、これはね面白いと思います。だしシンプルだから使いやすいし、自分でキーホルダーを作れるので、あのすごく、あ、お土産と関係ありますからって、っていう感じです。はい、ということで楽しみにしていてください。はい、これはお土産につかないのでよろしくお願いします。はい、じゃあ次はこれかわいい、これはね私もカエラちゃんファンでライブに行くんだったら買ってる、これ買うと思う、うん、これは可愛いですよ。久しぶりに作りました。ポーチです。久しぶりなのかな、久しぶりに作りました。ポーチです。いいですか、これはね、これも発明ですよ。これもかなり手ぶら挟むなってきた、これ今気に入ってんの。そうだから、さっきリハ前に衣装どうしよっかな、何着よっかなとか言ってみんなで話してて、シジミがいいんじゃないかって話になってね、シジミじゃちっちゃすぎるだろうっていう話をして、あの盛り上がってたの。その手ぶらです、これシジミっていう感じっていうことなんですけど、はい、じゃあポーチの話をしましょう。前髪がなぜか割れている、はい、ポーチの話をしたいと思います。はい、いいですか、はい、いきますよ、これ可愛いですから。でまずギラギラ、あ、ちょっと待って、レフ1みたいになってる私の顔が、わ、すごいすごいすごい、はい、ででん、わかりますか、これわかります、何がプリントされてるか。シルバーの素材にマーガレットのネガとポジが裏表プリントされてるんですよ。でしかも川村さんのデザインのこの縦で全部混ざってるやつ、2つの絵が混ざってるやつ、シルバーです、これわかる、そうで、ここチャック黒で、ここに黒いタグに黒でカエラコントラストっていう、見えないな、見えねえじゃねえか、見えねえじゃねえか、こういう声のキャラクターいましたね、何でしたっけ、千と千尋ですね、あとカルシファーとかもですね、カルシファーね、おいおい、ここにね文字入ってますんで、ここに文字が入ってるんだよお前っていうね、そう、ここに文字が入ってます、コントラストカエラって入ってます。でこれネガポジなので、ここ白じゃない、こっちはこっちの面ね、これマーガレットですよ、これちょっとこれだと分かりづらいけど、ここが白ですよ、見てて、ここが黒、マーガレット両方とも、ほら違うく見えないようで違ってるっていうね、これはね可愛い、しかもすごく薄い面白い生地のシルバーを使ったんですが、めちゃくちゃ丈夫な、素材です。そしてチャックは黒にこだわって、でこれ私的にはよく携帯のバッテリーとかをケーブルとか持ち歩いたりするんですけど、そういうものを入れたりもできるし、化粧ポーチにもできるし、女の子はこう女の子の日のものをこう入れてもいいだろうし、だからそういう風に使えるので、でまた私の中で今回のツアーのコントラスト、白黒そして光の黄色っていうのがちょっとテーマになってます。てか、まあ、あとそこに何か一色こう生きてるということの赤だったり、こうメラメラするなんかものだったり、なんか黄色とかなんかそういうものがテーマとしてあったので、
中は蛍光の黄色になってます。これめちゃくちゃ可愛い、かわいいかわいいかわういういね、ということでこれこれね、ダッサ紹介の仕方そう、これはねとてもね私お気に入りです。ちょっとふかふかの素材のシルバーにするか悩んだんですけど、もともとこういうシワ加工があるシルバーの布にあえてプリントしてこのなんかおしゃれな感じを出してみようと思って、はい、作りましたので、これはね川村さんとのね絶妙なこのデザインのコラボいいと思いますよ、はい、これは2200円です。いいでしょ、もうちょっと高いかな、高いけど買っちゃうかな、ちょっとだけ節約して買っちゃえばっていうやつです、はい、うん、これはねとても可愛い。なんかポーチって中がさ結構汚れたりするじゃない、化粧ポーチでもそうだし、なんか何か入れててもそうだけど中汚れたりするから濃い色の方がいいのかなとかって考えたんですけど、なんか中、まあ、結局何色にしても汚れる、なんか黒っぽくしても化粧のパウダーとかでも汚れるし、まあ気にしなくていいかと思って、はい、あのテーマである光の色を入れました、はい、これいいですよ、これ超おすすめ、はい、ということで残すはあと一つということで、はい、うん、爆買いとか言ってね、何買おうかね悩むよね、グッズって、うん、そう悩むんだよ。あ、そうね、ビールの量を減らしてそうそう、あのちびまる子ちゃん最近見てたら、そう、ひろしもタバコを節約してたよ。で釣り竿を買ってた、そういうことなんだと思う、うん、でそれをさ、まるちゃんはさ、自分の成人式の日の振り袖、あの着物を買うためにひろしが節約してくれるもんだと思ってお父さんってなってたんだけど、でも結局お父さん節約してるんだよねって言って言ったら、ひろしがその後釣り竿を買ってきたっていう、そういう回がありましたけどね、はい、ね、こじこじもね、ちびまる子ちゃんもね、毎日の私の癒しでございますよ、はい、そうね、飲みに行くのを自粛したりね、ちょっとしたことで、はい、だってビールとか飲んだら、そうだよね、何杯我慢すれば買えるんだ、だいたい、まあ、だいたい600円ぐらいだとしたら、ちょっと頭回んないんだけど、3杯4杯、まあ3杯4杯我慢したら買えますからね、広しめとか言って踊るポンポコリン、踊るポンポコリンいいよね、そう、今度ちょっとどっかのライブでやりたいなと思ってるんですけど、うん、ね、あともう一つグッズありますよ、見たいですか皆さん、それとも私の手ぶらどっちが見たいですか、あともう一つ残すグッズと私の手ぶらとどっちが見たいんですかじゃあ、もう一ついきますね、くだらないことはやめて、ウケる、手ぶらとか言っておい、手ぶらじゃないでしょ、手ぶらね、こういう、じゃあいきますよ、最後のグッズは、これは川村さんデザインではなくって、私が勝手にやりたいことをやったグッズです。カエラ画伯の、グッズになりますが、ずっと前からファンをしてる人はもしかしたら知ってるかもしれない、あれは一体何のツアーの時だったかはちょっと覚えてないんですけれども、でも本当にデビュー当時初めの方のグッズで、私よくキーホルダーを巨大化させたものを作ってたんですよ。だからその時に作ったもので球面パズルというものがあったんですけど、知ってますか、私の顔の絵が描いてあるこれぐらいの、よく昔サービスエリアとかにあったお土産のやつなんですけど、そのまあ今はそんなでかいの作れないんで、昔みたいにあんまり自由がなくなっている時代で、ちっちゃいやつしかありものをね作れないのね、
いろ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 難しいんですよ。だから、あ、知ってるって持ってるってすごーいでしょ。でそれをやっぱりどうしても私すごい球面パズル得意でもう一度作りたいという願いをグッズチームさんが叶えてくれましたよ。じゃあそれ一つね、さっきのねアクリルのねこのねこのキーホルダーもありますけれどもそれとは別であります。はい、ということでいきますよ、いきますよ。トゥ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 カエラが履くマーガレット球面パズル、ここにカエラって入ってますんでね、かわいいでしょこれ。これおいくら万円よ。でこのタイトルだけね、川村さんがデザインしてくれてるものはだいたい真面目にコントラストロンティーとかコントラストフェイスタオルとかなんかそういう風に名前をつけてるんですけど、いつもグッズ自分がデザインだいたいしてる時はだいたいグッズ名をふざけていて、あんまりこう真面目にグッズ名を考えてないんですが、このパズルの名前は何でしょうか、何でしょうか。そうだね、昔作ったやつの4分の1、いや3分1、2、3、4、5、6、9、これぐらいあったからね昔のパズル、9分の1ぐらい。そう、手ぶらちゃんじゃないよこのキーホルダーのタイトルは。カエラのパズルでもない。これはね、いくよ、カエラが履く球面むずめんマジごめんっていうタイトルのパズルです。くだらないです。球面むずめんマジごめん、完全にパクってますね。はい、ということで、まあ、手ぶらパズルでもよかったんですけれども、はい、全然この絵と関係ないですし、もうだからこれを買うときはそういう風に頼まなきゃいけないんで、皆さんちゃんと頼んでください。恥ずかしがって、あ、球面のパズルくださいって言うんじゃなくって、ちゃんとタイトル通りカエラが吐く球面むずめんマジごめんっていう、ラーメンつけ麺って間違えないようにしてください。はい、ということでちょっとやってみます。じゃあマネージャーさんに私がどんだけ得意かこれを崩してもらってやってみましょうか。じゃあその間質問コーナー、すぐに質問が来るのか。はい、ということでね、絶対当たらないでしょタイトルなんだとか言って分かんないよね。そう、でもそう、横浜はねあっという間に売り切れてしまったんですけれども、大阪と名古屋がまだ少しあるみたいなんで、ぜひ皆さん遊びに来てください。うん、そう、球面むずめんマジごめんです。瀬取りは言えないな。うん、そう、丸いの中、あ、崩されましたよ。どれぐらいでできるのか。はい、あ、 FC、 そう、ファンクラブの人は特別なチケットがあって、それももう売り切れた。あ、あの期間しか売ってなかった。あの期間しか売ってないので、そう、ファンクラブの人だけが買えるちょっとお高いチケットがあったんですけど、そのプレゼント、それもプレゼント付きで、一般のチケットのプレゼントはまた全然違います。しかも、もうね、このファンクラブ用のチケットのアイディアを何がみんな喜ぶかなっていうのでずっと考えて、ものすごいやつを思いついたので、それねきっともらったらね、うーんってなると思うよ。みんなもうウキウキワクワクしようと思う。じゃあちょっとパズルだからそれ楽しみにしててくださいね。しかももらってびっくり喜ぶだけじゃなくて、その後にもびっくりドッキリワク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 さんだから、もう本当にね、すごい、それは楽しみにしててください。ファンクラブの皆さんのチケットの買えた方は、はい、じゃあいきます。これ模様把握してないとできないね。ちなみにもうね、私ねこれね得意なんですよ。質問なんかありますか。質
問なんかこの間に答えたりとか答えなかったり。大阪で行きたい場所。私ね、大阪で行きたい場所はね、あの今井のうどんが大好きで、それはねやっぱりねいつも行きたいなと思ってますよ。はい。あ、いたいたいた、なんか手つった、いたいたいた。ちょっと待って、ギターとか弾いたからかな。ちょっと待って。そう、今井のきつねうどん食べたことありますか？そう、今井のうどんすごい好きで、いつもね行きたいなと思ったりしてますけれど、はい。お金ください。私ね、お金をすごい得意なんですよ。どんなね、どんなに崩されても私これ解けるんで、いつか皆さんのもう100人パズルカエラちゃんちゃんと並べよう選手権。いや、どういうことですか？オンラインでやりますか？ねえ。アンコールの間ずっとみんなが崩したパズルを私がこうステージ上で解いて、そう、喋りながらまたやってたとこかっこいいでしょ。ちょっと意識してやってみたんだけど、喋りながら、あ、あれ、ま、この丸いのがさなくなるんだよ。今も勝手に取れてたけどね。対決したいでしょ。コツ知ってる？これの絶対解けるコツ知ってる？知らない？教えないじゃん。それ教えちゃったら、だって教えちゃったらみんな解けるようになっちゃうもんね。そう、グッズどこで買えるんですか？これは ZEP 大阪とか ZEP 名古屋とか ZEP 横浜の会場です。うん。今回アンコールはない？だって、いや、みんなが求めてくれるんだったらやるよ、やるよっていうね。はい、ということで、教えて教えて。だってし、え、コツ知りたい？これの嘘でしょ。そうしたらみんな解けちゃうじゃん。これ教えたら誰でも解けるようになっちゃう。オンラインショップは作るのかな？まだわかんないです。その時々ライブの中だけで売り切れちゃう時があって、そうすると在庫がなくなっちゃうので、その時はそう、オンラインショップできないんだけど、まあなぜかあまり人気がなくって残ったりした時は、そう、でも結構ね最近ねすぐ売り切れちゃうんだよね。そう、ライブの時に教えて。だってコツ聞きたいな。そうね、ヒントください。だって別に全然、別にもったいぶることでも何でもないんだけど、こうやって教えてください教えてくださいって言うと、こうなんか S の気持ちがなんかこうなんか高ぶって、全然教えないしみたいな感じになっちゃうからね。この時代にオンラインではないの？いや、だから残ったらそのままオンラインに行けるから、そう、きっと残るかな、どうだろうな。うん、そう、これのね、ちなみにコツはね、下から揃えることなんですよ。そう、下から揃えればあっちゅう間に揃います。どんなに崩れててもこのこっからとか真ん中とか何か揃えて全体的に揃えていこうと思うと揃わなくって、下から順番にねやると、はい、揃えますんで、ぜひそれでチャレンジしてみてください。はい。いくらですか？だっていくらだって、あ、これはね700円です。これ買っちゃうでしょ、700円だったら。これ私だと買っちゃうな。これ買っちゃう、これ買っちゃうと思う。これいいでしょ。これでまたこのね、オレンジと赤っていうのと黄色っていうのでね、作ったのがまた自分の中でのなんか、うんね、いいんだよ。そう、まあまた後でインスタにこれ載せようと思ってますが、グッズの表もこうやってできたので、はい、後で載せますね。すごくかっこいい感じになってます。なかなかこんな白黒の世界の私のねものもなかなかないので、このね9面6面マジ5面がかなりこう目立ってますけど、はい、そんな風に今回はコントラスト、そう、光と影、ネガティブとポジティブ、白と黒、なんかそれが両方あってみんな人間は美しいというテーマを持ってライブを回りますので、ぜひ皆さん
楽しみにしていてください。大阪が、5月の、あ、間違えた、5月じゃない、今8月だった、いや9月、あ、違う、今8月、あ、今9月やばいやばい、あ、大阪が14日水曜日、ゼップ大阪ベイサイドで、15日がゼップ名古屋で、9月の17日土曜日が、ゼップ横浜になってます。ということで、大阪と名古屋まだ少しチケットがあるみたいなんで、ぜひ遊びに来てください。タオルもう一回見せてほしい。だって逆だ、これです。かわいいでしょ、使いやすいよねこれね。うん、そう、川村さんよく考えたよね、本当にすごいよね、さすがと思いましたけど。そう、川村さんのグッズもね、そこのライブでしか買えないと思うと、いつもよくしてくださって、川村さんありがとうございます。今回も一緒にできて、そうなので、タオルと今この着てる、白い T シャツ、はい、カイラちゃんとマーガレットが合体してるやつと、このロンティー、ロンティーバージョン、黒ロンティーは黒しかないです、はい、あとはこの、写真が入るアクリルキーホルダー、この真ん中にが空洞になっていて、好きな写真を入れることができます。そして超絶かわいいネガポジポーチ、マーガレットの柄になってます。光のあの反射の仕方ですごくよく、その花粉の部分とか細かく出てるので、今だと見えづらいけど、これとても可愛いです、はい、で中が黄色で、ここのタグのとこにカエラとコントラストが入ってます。そして救面むずめマジごめんということで、はい、ありますので、ぜひまた後でね、あのコントラストのグッズの内容を、インスタでまた、はい、載せますね。うん、そう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 、あ、そうだね、サークルで私前、ホコリがライブハウスでサークルっていう曲でタオルを回すとホコリが立ってゲホゲホするから、もう回さないでくれって来てくれ言ったの覚えてる人がいた。どうする、曲の中に入ってたら一回水につけてきてもらってもいい、買ったら水につけて洗って埃が飛ばないんです。で水がね飛んでね、確かに、うん、ねえ、そう、通販はその売れ行き次第で通販に回ったり回らなかったりするんですけど、最近ちょっと売り切れたりもするので、ちょっとぜひ会場に来てもらえればとは思うんですが、はい、ねえ、あと今年の夏はどうだった、いっぱい遊んだよ、もうなんか遊びすぎて、あれインスタ全然更新できないぐらい。そう、でも映画もたくさん見に行った、ワンピース大好きだから、アドちゃんが歌ってる新時代だこの未来はのやつ歌ってるやつとかね見に行ったり、ジュラシックパークの映画もミニオンの映画も、妖怪ブックス、え、違う、妖怪なんとかも、星野源さんが歌ってる、ガッキーさんがやってるやつも見に行ったし、ミニオンは言った、うん、もう見に行ったし、プールも行ったし、そう、うん、すごい面白かったよ夏は、うん、ねえ、そう、アドちゃんのライブにも行ったしね。あとは何したかな、うん、あれ知ってる？ジュラシックパークのさ、映画見た後にさ、近くにレゴショップがあったらさ、そこにさ、見ましたっつって半券持っていくとさ、その恐竜のさ、ちょっとな、恐竜の名前忘れちゃったけど、なんかブルーとかグレーとか、なんかそういう名前のさ、恐竜のさ、レゴもらえるの。どこで見た？うん、確かに、その、何個か限定されてて、そう、半券持ってレゴショップ行くともらえて、走ってもらいに行って、目終わった瞬間
なくなるなくなるみたいな限定だから、なくなるなくなるって走ってもらいに行ってね。そう、あ、お化け図鑑ね、そう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 、ブルーブルーね、うん、そう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 、面白かったよね。あ、誕生日の人もいるの？誕生日おめでとう。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. 誰々さん。Happy birthday to you. です。うん。日記の続編をやりたいです。何色のレゴ？なんかそのグレーの、だからあれだよ。ブルー。そう、髪の毛もね、ライブまでにね、なんか変えたいなと思って、今ちょっとだからいじらないようにして、ちょっともう地毛が伸びてきてますけど、はい、これまつげは地まつげです。うん、これは地まつげです。これは私の地まつげです。そう、私の誕生日にも歌ってほしいな。だってみんな名前が分かんないからさね。そっか、派手髪したいけど保育士だからできないの。カツラかぶっていけばいいの。カツラダメか。ピンクいいよね。刈り上げはちょっと今はやめちゃったな。今伸ばしてる。そう、黒髪もいいよね。そう、黒髪、黒髪テンション、ね、なんかさ、こんなにきっとふざけてる人だと思ってないのかな。あんまり真面目になんて生きてないからね、そんなにね。うん、あ、梅ちゃんっていう子だったのかな、おめでとうの子はね。そう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 、カエラちゃん見たら元気出た、ありがとう、だって。そんなこと言うと私も元気出ちゃうしね。そう、うん、そうそうそう、子供に怒ったりしますかとか言って。怒るよ、怒る怒る、こらこらこらね。え、うん、やばい、バッテリーがな、あ、ま、あ、続いてる？大丈夫？バッテリーがなくなりますみたいになって。そう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 。ね、でもそろそろね、もう1時間やっちゃったからみんな寝なきゃね、まだ平日だし。はい、ということで、そっか、私も10月誕生日だ。でもその前のゼップ、はい、ぜひ皆さん、大阪、名古屋、あと少しあります。うん、だからぜひぜひ会いに来てください。今回は、白黒というなかなかない、きっと今回で最後なんじゃないかっていうような、はい、テーマでやると思いますので、はい、皆さんにお会いできるの楽しみにしています。まだまだね、コロナがね、流行っていて、まだね、いろいろとね、日本、はい、まあ、難しいとは思うんですけど、でも気をつけながら、はい、やりたいと思いますし、ちゃんとゼップは普通はライブハウスでスタンディングですが、ゼップのまだがこうやっぱりみんなを守るために、あの椅子をちゃんと用意して、まあ立っていいし、こうイエーイってやっていいんだけど、椅子をちゃんとね置いてあって、全席指定の形でスペースをちゃんと他の人とくっつかないようにした状態で、1階も2階も全部、場所が確保できるので、こうライブハウスだから人とギュウギュウってくっつくとか、なんかそういうことがない状態でライブを見れるので、自分のスペースで、ちょっとそこら辺は安心して見れるんじゃないかなと思って。ライブは禁止ですからって、禁止に決まってるでしょ。そんな椅子、パイプ椅子の中とかに突っ込んだらもうプロレスかってなっちゃうから、本当にね。ということで、声は出しちゃダメなんだよね、まだね。でもさ、いつかさ歌えるといいよね。もうみんなと一緒に歌えたりしたらすっごい楽しいじゃんね。だからまあ20周年とかまでにはね、みんなと歌ったり騒いだり、はい、できたらいいなと思います。そう、なんかインスタの中で子供も連れて行きますっていう方がいらっしゃったんですけど、防音のヘッドホンした方がいいですかっていう質問があって、それに対してインスタの中でまだ私お返事ができてなかったんですが、した方がいいと思います。子供ってでもきっとしたくないって、ああいう防音のさやつって結構きつくてさ、頭がきっとギュッてなるから嫌がってさ取ろうとするんだけど、私はその時こうティッシュを丸めてクリクリクリって丸めて、なんとなくここだけカバーして入れたりとか、
あと好きな防音のヘッドホンを本人に選ばせると意外と気に入って、やったりとか。でもなんかその耳の中で大きな音だから、なんかそれがある意味ストレスとかになる場合もあるから、その一応子供の場合は鼓膜もこう大人よりはね弱いと思うので、はい、ぜひあのした方が安全だと思います。はい、大人もねそうあってもいいと思う。なんか最近そういうあのイヤフォンが売ってたりするんだよね。ちょっとだけそういうノイズというかキーンという音、ライブでうるさいところに行った後家帰って寝ようとしたら耳鳴りが鳴ってることとかあったりするんですけど、あのそういうことがないようにそういう音だけカットするあのものとかもあったりして、あのそういうのたくさん出てるので、いつか私もグッズをそことコラボして作ろうかなとは思ってるんですけど、ちょっと今回はそういうことがまだできてないので、ぜひ皆さん耳が気になる人は、そういうものもチェックしてみてください。家にあるのあったら写真送ります、あのインスタの中に。はい、ということで、はいね、みんなに会えるの楽しみにしてますということで、うん、ちょっと短い間でしたし、なんかちょっとあのジャパネット帰るみたいな感じになっちゃってあのまあでも楽しかったですね。はい、ということで、はい、ね、防音のねあのものもね、なんかグッズにできたらいいよね。大人も子供もつけられるような柔らかいやつ。はい、ということでダンゴムシは何食べますかってこのタイミングで聞く。ダンゴムシは枯れ葉を食べるんじゃないですか。あのダンゴムシとかミミズは地球のためにものすごくきっと優しい、糞がね土になっていきますからね、ゴミを処理してくれるんじゃないですか。はい、ということで試しに飼ってみてください、はい、うん、よし、じゃあ皆さん明日も、平日金曜日ですよね、はい、ということでやることいっぱいあると思います。最後でだし、暑くなったり寒くなったり雨が降っていたりで皆さん体調を崩しやすいと思いますし、気持ちもちょっとこう落ち込みやすい時期だとは思うんですが、手ぶらで乗り切っていきましょうということで木村カエラでした。またあの9月の ZEP 大阪名古屋、あとちょっとチケット残ってるみたいなんで、ぜひ皆さん遊びに来てください。ということでお会いするの楽しみにしてます。おやすみなさわわ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 わということで、みんな明日も頑張ってね。おやすみなさい。じゃあねー、じゃあねー。配信中だって。まだ全然誰も見てくれてなさ